サボってんの見つけたら首を速攻首にします。私の会社はトイレサボり禁止。30分なんだからさ、トイレとかは先に済ませておいてもらわないと困るよ。いやにもさ、気持ちはわかるけどさ、事前に吸っといてもらわないと。やる気あるかな？君からやる気が感じられないよ。社会人として当たり前だよね。周りに迷惑かかるんだよね。一番メンタルくるよね、そんな言われたら。君の進行遅いからさ、周りに迷惑かかってるの自覚してるかな？はい。すいません。はもう遅刻はもう、いいです、遅刻は。おい！おい、エーペックスレジェンズプレイ中になってるぞ。おい。おい、待機中にエーペックスレジェンズキングスキャニオンランクリーグ9部隊で残ってるんだけど、君な。やる気あるのかな？君バレてるんだよね、ランクやってるって。この会社、副業を許した覚えはないんだけどね。どうなってんのかな、そこら辺は。はぁ、あ、やってらんないよ、監督は。もう、30分以内に呼ばれてすぐ出勤できないよ。じゃあもう無理ってわけ。やっていけないから。おい、エーペックスあと7部隊だって。君さ、働けてることが、どれだけ幸せなことか分かってるのかな？そうだよね。ありがたいって思えないとね。じゃあ働こっか。体験ね、うちはね、体験はね、あれだから体験しなくてもやれる仕事だから、君ならやれるよ。やる気があれば、何だってできるんだからさ、チュールで、見逃してくれませんか？まあ、チュールくれるなら、そう、ちょっと考えるな、社長も。まあまあ、でも、そうだね。まあ、ダメやね、チュールでも。ダメじゃないよ！仕事！そろそろシフト交代か。おーい！みんな集合！おい！レス！ NON！ タヌキ！そこの君！そこの君、ちょっと、話があるのだが。たぬきくん、君さ、エーペックスやってたよね。社長そういうの許せないから、出勤要請した時さ、残り7部隊だったよね、君。会社のパソコンでそういうのは良くないよね。君、残業ね。あ、レスたぬきだけ残業で今日は。もうそれがはもう本当によく頑張ってくれた。お疲れ様。レスタヌキくんだけちょっと残るように。じゃあ、給料は、なしで。お疲れ様でした。3! レスタヌキくんだけね、まだ逃げないでね。反省文とかいらないから、実績で残してくれれば、それでいいから、作業続けようか。エペックスは落としたかな？部長、君の、パソコンちょっと覗いてもいいかな？オッケーオッケー、パズル一途だね、今。じゃあちょっと作業しとくように。たぬきくん、夜に休憩かな？ちょっとポンポンが聞こえないね。社長の耳いいからね。ポンポンしてないと。あ、作業してないんだって。バレるからね。あーい。みんなお疲れ様。みんなご苦労様でした。30分間とね。たぬきくん1時間。勤務、ご苦労様でした。給料は今回は、なんと、ありません。みんな各自解散するように。ご苦労様でした。ゆっくり休んでね。ありがとう。